もうすぐね、4月が終わりますが、まだまだ繁忙は続きます。ルーキー君たちもね、知っての通り、お客さんはね、土日祝日問わず、君たちの営業を待ってます。なんだったらね、お客さん土日祝日の方が暇だから、君たちの営業のチャンスです。つまり何が言いたいかっていうと、来週から始まるゴールデンウィーク。これ、君たちにとっては営業のゴールデンタイムです。ここで頑張れなかったやつは一生負け組。わかる？私はね、4月27から5月15日まで18連勤する予定だから、君たちもそれに合わせて自分なりにスケジュール管理してください。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ次、シャカオタオ。あ、もう帰んの？終電？あと4時間したら始発あるよ。それで帰れるだろ？じゃあまだまだ仕事できるよな。なあ。はい、では朝礼始めます。はい。一個皆さんにお知らせがあります。営業部の山本くん。今月末をもって退社することになりました。はい。ね、まあまあ彼なりに考えた結果だとは思うけど、正直私としてはこんなクソ忙しい時期に辞めるのはいかがなもんだと思う。君たちはね、そんな非常識な人にはならないようにしてください。はい、ではね、社訓やもっか。あ、山本、お前最後なんだから、お前やれ。あ、もしもし。お、どうだった？陽性てか、熱あんの？ 7 度8分。じゃあさ、お前一旦会社来れる？さすがに自分の席でやるのはあれだから、会議室使っていいよ。うん。そこで仕事しろ。な。みんなに迷惑かけるって、全員ワクチン打たせてるから大丈夫だよ。な。みんないいよね？うん、大丈夫って言ってるから。うん、早く来い。